毎日20時さぬきうどんのお時間です。ということでヤクタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計403店舗目のお店の紹介となります。ということで今日向かっているのは香川県丸亀市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で550メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては鶴屋さんであったり石川うどんさんがあるだいたいあの辺りなんですが、ということで今日は手打ちうどん鼓さんの方へ向かっていっております。それではこの鼓さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.68 点、そして Google の点数が 3.9 点となっています。営業時間は9時から16時までで、定休日は毎週水曜日。駐車場は専用はないんですけど、丸亀市役所の市営駐車場が1時間無料なので使ってください。おすすめはぶっかけうどんです。丸亀の通り町商店街にお店を構えて18年、今年の8月末には今の店舗を畳んで移転予定です。同じ丸亀市を考えているということで、詳しくは SNS でチェックしてください。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちら今はサービス店となっています。移転先ではセルフ形式のお店を考えているということで、今ある天ぷらと一緒になったメニューはなくなるんですよね。8月末にはお店も空にするので、営業はだいたいその1週間前くらいには終了するんじゃなかろうかと思います。今この店舗でなおかつ特徴的だった揚げたての天ぷら系うどんを食べられるのが最後になります。バサラ天ぶっかけの冷たいのショーで、はい、はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。座敷席、テーブル席、カウンター席と揃っていて、窓が広く格子状になっているので日がたくさん差して明るいです。そして調理風景も撮らさせていただきました。この日は店主さんの息子さんが打たれています。店主さんは昔讃岐うどんの名店金泉さんで修行されていて独立しました。その技術が今息子さんにも受け継がれているのがなんかすごいなって思います。Thank you.
それではいただきます。ぶっかけだしをとっくりで出してくれているので、ちょうどいい具合にあんまり天ぷらにかからないようにかけてみます。ちなみにこのバサラ天、エビ天2本と野菜3つで兜の形を模しています。これは藩主だったバサラ大名をイメージして作られているうどんです。麺は強めな弾力とコシのある中太麺です。シコシコ系というよりかはガチムチ系な食べ応えのある麺です。角がしっかりと立っていて、手打ちならではの麺のうねりとか個性を楽しめるうどんとなっています。ぶっかけだしは旨味が凝縮されたようなすっきりと飲みやすい魚介のバランスのいい出汁です。化学調味料を一切使っていないということで無添加の出汁になります。素材の味を生かした飲み口のいい出汁です。それでは天ぷらもいただきます。エビ天はまずめちゃくちゃ長いですよね。衣は軽くサクッと揚がってて、出来たての美味しさが詰まってます。調味料として塩、レモン、ハーブ塩をつけてくれてます。このハーブ塩が風味が一緒に乗ってきて、天ぷらにすごく合って好みでした。天ぷらは大きなエビ天が2本に大葉、ナス、レンコンが乗っています。揚げたてのこの組み合わせのうどんが8月末までなので、今のうちに食べ納めしておきたいですね。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの明日の動画で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方は概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごく嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。つづみさんは1993年に丸亀市富谷町にオープンして、2003年に今の場所に移って8月末で移転となります。場所が変わっても味は変わらず提供してくれるので、8月で食べ納めをしたらまた進展情報を待ちましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。バサラ天ぶっかけ、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。最後の